生前のを見て期待してましたけど。学生だけで手掛けたんだったか。なかなかチョコ材な仕上がりじゃねえか。私としては君たちの代の学芸祭も見ておきたかったけどね、うん、ご来場の皆様、大変長らくお待たせいたしました。アラミス高等学校第98代生徒会長レン・ブライトと申します。首都イーディスの春の風物詩にして創立者アラミスの気風を受け継ぐ集大成、伝統的に生徒だけで準備されてきたこの催しも今年は少しばかり趣向を変えております。まあなんといっても会長の私自身、前例のない留学生でもありますので。テーマは共に新たな季節を。ご来場の皆様、新入生の皆さんもどうか心ゆくまでお楽しみください。それでは第98回アラミス学芸祭の開催を宣言します。世界にたどり着いたようだな。ようアークライド、しばらくぶりだな。
これからアドバイザー関連の見回り？ジンさんはよりによってあなたに連絡するなんて。言っておくけど、テロの危険が杞憂なことくらい私にも分かってるわ。私一人が備えているだけで十分だし、あなたまで付き合う必要は。まあ、こっちも適当に回りながらお前らと合流するつもりだったからな。だったら手間が省けていいんじゃねえか。元生徒会副会長殿。8年前はお互い忙しくて一緒に回ることもできなかったっけ。ならいい機会かもしれないわね。次はのんびり見て回る時間を作る。誰かさんが不意にした約束を埋め合わせてもらう意味でも。いや、何も言い返せねえ冗談よ。それじゃあしばらく一緒に回りましょう。 OB OG として後輩たちの頑張りを確認しながら 4SPG でオーベル地区と旧市街にも顔を出してみるでいいのかしら。ああ、そんじゃのんびり行くか。あの時の約束を果たす日が来るなんて、人生わからないものね。埋め合わせってわけじゃねえが、今日くらいはしっかりエスコートするぜ、元副会長。それじゃあお願いね。